では、クトゥルフ神話 TRPG、解体始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、じゃあまあ、PL と PC の自己紹介から始めていきましょうか。はい。はい、今回キーパーやります、セトメトです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、このシナリオを回すのはもう慣れたもんなんで任せてくださいよ。大体のアドリブには対応できると思います。多分ね。イエーそう、今回は、二人生存を目指せるかどうか、いや楽しみにニコニコしながら見たいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあデックスを入れてないなキャラに。デックスが早い方はどっちだ ？16、12、16、はいや。じゃあ深瀬さんからですね。はい。デックスはこっちで入れとくんで。ありがとうございます。お願いします。今回深瀬隆二を演じさせていただきます。ゆずきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、パラメーターに厳選を重ね、厳選に厳選を重ね、飛びっきりの男を作り上げたので、まあその、まあ機会、どういう機会があるかわからないんですが、まあ守れるタイミングがあればしっかり守って、二人とも頑張って生き残ろうかなと思います。強い意志で。はい、強い意志で駆け抜けます。はい。じゃ職業とかキャラクターの性格とかありますか？言っておきたいこと。そうですね。このキャラクター、まあ、そのパラメータの高さからいろんなことができるとか、いろいろ考えて、職業は公安にしました。最初はちょっと諜報員を選んでたんですが、まあ、日本在住っていうところ、一応出身は不明なんですけど、日本在住っていうところから、まあ、スパイだといろいろこう矛盾とかね、生まれてしまうので、まあ、日本らしい公安に、すればその銃の技術だったりとかそういったところもまあまあうなずける部分はあるのかなっていう感じで考案にしました。はい。でこのキャラクターのまあ性格とかなんですけれども、まあ、出身不明とかいろいろ隠していることが多いので、まあ、人に見せる部分で表情豊かな男だったりするんですが、まあ、内に秘めてるものは本当に誰も知らないっていうような感じのキャラクターですね。くーはい、といった感じですかね。はい。なんかこの技能の上半分がちょっと危険な香りがしますが、そうですね。まあどっちかっていうとその遠距離中距離に長けてる方なのかなっていう感じはしますね。うん。ちょっとバランスを取るべきなのか、ちょっと片方に特化させるのか迷ったところこうなりましたね。なるほどね。まあでもその前回やった狂気山脈の方でも55でもやれるんで、うん、幸運55で生き残った男だからな。やりきったんで60以上は信じてます。なるほど、60強ということで。60強です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではもう一人、名前が難しくて読めない方。はい、私ですね、このちょっとカーソル合わせれば読み方がわかるんですが、うん、スメラギユキさんと言います、うん、スメラギユキを演じさせていただきます、ひなぴよと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうですね、まだ始める前にさっき話してたんですけど、前回の卓で私ちょっとロストしまして、初めてロストしたんで、もう自分が作ったキャラクターが、死んでしまうという恐怖がね、もう心に植え付けられてしまっておりますので、絶対生き残りたい。そう、なんで、ね、相方にも死んでほしくないし、そう、自分も死にたくないんで、一生懸命生き残れるように、言霊ってあると思うんで、うん。まあ、強気でいこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。あれでしょ、この卓が終わったら結婚するんだって。あ、ここがくっつく可能性あるからね、このね。私生きて帰るんだ。そうそう、生きて帰ったら結婚する。はい。ちょっと職業関係とか、背景関係とか、はい。技能関係とか喋っておきたいことありますか？あります、あります。いや、このね、お名前の通り、王子なのか姫なのかというような感じなんですけれども、この子は、職業が舞台女優ということでね、うん、某女性しか入団できない、劇団のね、有名劇団の大スターという設定でございます。なるほど。
はい、APP がね、高いんですよ、16と。おぉ、すごいですね。そう、だいぶね、みんなのことを魅了できる感じの子なので、まあ、あとは、なんだろうな。なんか、ボーイッシュな感じの、単発系のキャラクター、うん、その、私、長髪結構好きで、長髪の子ばっかり作っちゃうんで、単発のキャラとかってやったことないなと思って、やっぱちょっとかっこよめに今回作ってみたんで、ちょっとクール系のロールプレイとかがね、できたらいいなって思ってます。なるほど。かっこいい女性って感じで。そうですね。やっぱその、チャレンガーみたいな女性の話し方したいなって思ってます。なるほどね。うんうん。なんか、無駄にくるっと回ってバーンとポーズ決めたりとかする感じ。ああ、そう、アクションシーンとかもね、もうお得意なので。ああ、そういえばアクションシーン得意って書いてありましたね。そうなんですよ。アクションシーンとか、なんだ、盾とか、そういうのが得意なので、うん、まあ、キックとか、日本刀とかのね、技能を持ってきてるので、うん、まあ、近距離かな、こっちは、うん。一応ね、ライフルとかも、その、いろいろ、ね、持ってきてはいるんですけど、まあ、いろんな舞台で役やったんでしょうっていう。すごいな、役ってすごいんだね。大変なんだね。そう。もう舞台は体を動かしますからね。もう自分ができなきゃできないんでね。そう。ね。そういうことにしておきましょう。はい、ありがとうございます。はい。そんなところです。語っときたいこととかありますか？ないですか？どうだ？これくらいですかね。はい。では、シナリオ開始したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生き残ろうな。生き残るぞ。おはい。では、舞台は現代、日本。寒さは厳しさを増す12月です。あなたたちはそれぞれ、いつも通りの日常を過ごしています。一旦ロールプレイの練習がてら、どんな感じで日常を過ごしているかのロールプレイをしていきましょう。ということで、デックス順で、最初は、深瀬さんから。あなたって普段ってどんな感じの生活してますかね？普段の生活は、もう、世間一般にいるような独身男性に紛れてるって感じですかね。なんか普通に会社とか、サラリーマンしてる感じですか？の裏ではそうですね。公安をしてるっていう感じです。なるほどね。どうします？なんかやりたいシーンとかあります？まあ、今日は、カフェでひたすらノートパソコンをカタカタ打ってます。うん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 。いろいろ情報の整理をしてるって感じですかね。ではそうですね。深瀬さんがそんな感じで、ノートパソコンで情報整理をしていまして、では、コーヒーがなくなったのでお代わりを頼もうかと思いますと、はい、周囲に誰もいません。あれ？店員もお客もいつの間にかいなくなっています。さっきまで、賑わっていたよな。と、不思議に思ったその時、店内に、ガラスを突き破って何かが転がり込んできます。なんだ？それからは、ブシューという音がすると同時に、煙幕が吹き出しまして。敵襲か。はい。あなたが敵襲かと思ってどうします？なんかします？まあ、とりあえず、持っていたハンカチで口の周りを、覆います。はい。では、口の周りを覆って、どう姿勢低くするような感じですかね。そうですね。姿勢を低く、はい、テーブルに身を隠す感じで、うん。では、あなたの首筋に何かが当てられますね。と同時に、バチバチバチって音がしまして、あなたの意識はふとなくなりました。いや、平和な日常だな。いや、あるある。あるある。平和すぎるわ、はい、平和だな、ね、いつものことだな、うん、では、続いて、スメラギさんはどんな感じの日常を過ごしていますかね？普段ってどんな感じの生活してますか？普段はお稽古とそうだな、みんなからキャーキャー言われてファンサしまくってる日常してると思うけど。うん、じゃあ今日はどんな稽古とかですかね、うん、そうですね。今日は新しい、その、次の舞台の、うん稽古が始まったけども、うん、まあ、ちょっと自分の中で納得いかずに、
自主練これからしに行こうかなってスタジオに向かってたりするんじゃないですかね。なるほどね。じゃあどうしようかな。じゃあそうですね、稽古が終わった後にしようかな。うんうん、で楽屋に帰りますと、まあ、帰る準備してますと、扉がノックされます。コンコンって。どうぞ。誰だい？扉開けます？あ、なんか返事あります？いやー、そうですね。特にないですね。ただコンコンってもう一回ノックされます。うん。まあ、普通に開けに行っちゃいますね、多分。はい。ではですね、あなたが扉を開けた瞬間に、何やらスプレーのようなものを顔に噴射されまして、で直後目が燃えるように熱くなります。催涙スプレーの類みたいですね。なんて、はい。続いて何者かに強い力で掴まれ引き寄せられると、口元に布のようなものを当てられて、直後あなたの意識も同じように遠のいていくことでしょう。わあ、よくある日常だ。よくあるな。女は抵抗できねえんだ。よし、じゃあ本編開始しますか。さて、では、お二人は気がつくと何一つ見えない真っ暗闇の中にいます。眼球の奥から心臓の鼓動と連動するように響く電撃が走るような痛みがする。周りには何も見えない完全な暗闇です。体から感じる感触でお二人とも、仰向けに寝転がされていることはわかるでしょう。また体の上に何かが複数張っているような感触があります。といったところでシーン開始しましょう。ちなみにお二人は互いの存在には気づいてません。どこだここは。はい。では深瀬さんがどこだここと言いますと、その声は、かなり近距離から反響します。どうやら何やら随分と狭い場所の中にいるみたいです。で、ことは、スメラギさんにはその声は聞こえていませんね。聞こえない。うん、深瀬さんの声は聞こえません。うんうん。声が反射する。部屋は狭いのか。これは、私は、失明したのかな。そうしたら舞台に立てないな。確か、あの時。なんだこの気持ち悪い、這うような感覚は。スタンガンで。はい。なんか這うような感覚触ってみると、なんかなんでしょう。ロープのようなものがニュルニュル動いてます。なんだこれ。ヘビとか。キャーって声もします。ている。生き物か。よし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 。見えねえだろうが。あまり動かない方が身のためかもしれないな、これ。暴れると蛇は締めてくるというし。まあ、今のところ攻撃してくる様子というか噛んでくる様子とかはないですね。シュルシュルシュルって体の上張ってる感じです。うんうん、普通に起き上がることはできますか？はい。起き上がろうとすると、すぐ天井のようなものに頭ぶつけます。ゴン。あ、痛い。どうやら蓋がされているというか、まあ、周りもペタペタと触ってみるんですけど、本当っていうか、長方形の箱の中に閉じ込められてる感じというか、がしますね。なんだ？なんか、監禁されてる。ロッカーの中。いや、常にファンに。天井のところを、押し上げることはできますか？はい。では、深瀬が天井を押してみますと、ゴゴゴゴゴと音を立てて、上にあった何かが開くような音がします。それと同時に、まあ、音の反響とかがなくなったというか、広がったので、閉塞感はなくなりましたね。体を起こすことはできそうです。よし。これで体を起こせる。ただ、体を起こした先も真っ暗闇で何も見えません。手持ちのスマホとかそういった類のものは、一切何もなくなってます。あらあら。なんていうか、布一枚みたいな服、病院着みたいな、感じのものになってますね、着てるものが。すべて取られている。これって今、ゆきちゃんも、いや、
押して、押したのは深瀬さんだけなので、深瀬さんは別の空間にいるのか。うん、なるほど。まあ、頭ぶつけたから、私も多分、なんか動かせないかなって必死にぐいぐいやりと思います。はい、じゃあぐいぐいやりますと、スメラギさんの、ま、上の蓋もギギギギって音がして開きまして、うん、深瀬さんは隣からギギギギギって音がしたことがわかります。なんだ今の音。隣の声は聞こえますね。ん？誰か、いるんですか？人、なのか？うん。私は、人類学的に、なんだ？生物学的に言えば、人間です。ずいぶん回りくどいな。あなたこそ、ちゃんと人間ですか？そうだな。俺が本物であれば人間だな。そこから疑ってかかるんですね。はい。そんな会話をしてますと、もう一つ、深瀬さんのさらに隣、反対側ですね、スメラギさんじゃない方向からギギギギギという音がします。おい、まだ人がいるぞ。はい。あたたたたた。ここは、どこ、あなたたちは誰？って女性の声がします。が、まあ、そっちも真っ暗なんで何も見えませんね。あなたも、突然、てか、あれですね。あなたたち二人も、突然ここに連れてこられたんですか？そうだな。のかな？いまいちよく覚えてなくて。気がついたらここにいたっていう感じだな。な感じ。私もなんです。私、三上瞳って言います。あなたたちは？瞳さん。私の名前は、スメラギユキと言います。俺は、深瀬龍二だ。スメラギさんと深瀬さんですね。よかった、言葉が通じる人で。そうだな、ここにいる人ら、みんな日本人ってことになるのか？そう、みたいですね。うん、になるのかな？ここってどこなの？すまない。それが俺にもさっぱりなんだ。私にも。うん、そっか。どうしよう。どうするファンの仕業かと思ったけど、他にも二人いるんだったら多分違うだろう。なんだ？なんだ？誰かいるか？はい。そのように会話をしてますと、突然ドアを叩く音がします。最初は、どんどんというドアの叩く音でしたが、次第に、ドガンドガンという力任せに叩くような音に変わり、ドアをこじ開けようとしているのではないかということがわかります。そして、ひときわ大きな衝撃音がしたかと思うと、少しだけドアが変形し、そこから光が漏れ出しました。お互い、そこに誰かがいる、扉の向こうに誰かがいると認知することはできましたが、何がいたかまではわかりません。やがて音はやみ、諦めたかのように遠ざかっていく音が聞こえました。さて、かすかに漏れた光は、両開きの扉が歪んだ隙間からできたものだということがわかります。部屋を調査するには心もとない光ですが、周りをほんのりと照らし出しています。そして皆さんは、どうやら自分の他に2人、あっけに取られてる人がいることに気がつくでしょう。まあ、探索者2人と三上瞳。ちょっと待ってね、三上瞳。ですね。あなたたちの服装もこの三上と同じような服装だと思ってください。はい。ということで、お互いの様子が確認できるようにはなりました。が、漏れた光だけでは薄暗すぎて部屋全体を探索するのはちょっと厳しいといった感じですね。では、シーン再開しましょうか。何だったんだ、今のは。なんか、すごい音だったけど、ここの助けに来てくれたとか？いや。でも、助けに来るにしては、声の、一声もなかったぞ。うん、音だけ、ただ扉を叩くだけっていうのは、少し異常なものを感じた。か、そうだよね。うん、改めて姿が見えたな。うん、三上。私の名前は三上瞳。瞳さんか。瞳さん。
で、そっちのでかいのが俺がリュウジだ。リュウジさん。でかいのよけだろ。うん。本当すごく大きいね。うん。まあ確かに平均以上それ以上あるな。いやこんな狭い空間にその体大変だっただろう。結構ギリギリだった。うん。あ足がちょっと曲がってた気がする。ああそっか。そんなに狭くなかったと思うけど。そうか個人差があるのかな箱にも。そうかもしれない。そうかも、ね。ちょっと嫌がらせを受けているのかもしれない。そうかも。うん、でこれからどうしようか。私はお家に帰れるなら帰りたいんだけど。そうね。ただまあこの部屋を調べるにしてもまだ暗すぎる。一度あの扉に近づいてみるというのはどうだ。暗いから。あそれならいいものがあるよ。お、と言って三上瞳がその場でしゃがみ込みますと大きな懐中電灯を拾い上げます。あなたたちは眩しいってなります。そんなものがあったのか。はい、懐中電灯は電源がついたままだったんですけど、このライトの面が下にした状態で立ってるというか、あ明るいところは全部床だったんで見えてなかったんですが、今拾い上げたので見えるようになったって感じですね。よく気がついたな、うん、ありがとう。起きた時に見つけて、これなら明るいね、うん、と言って、じゃあどうしようかな。まあ深瀬に渡すかな、暗いって言ってたし。ありがとう。うん、どうぞ。さて一旦あたり全体を軽く照らしてみて、はい、うん、あなたたちは強力な光源を手に入れることができましたので、まず判明する情報を出します。はい、探索者お二人なんですが、まあこの三上瞳が着てるのと同じ入院着を着てまして、まず持ち物はありません。そして左手の甲にですね、ちょっと待ってね、何やら刻印のようなもの、焼き印のようなものがあります。深瀬さんは△1、攻め投げさんは△2と書いてある焼き印が左手に付けられていることがわかるでしょう。また袖をまくると左腕に注射の跡、注射痕があることもわかります。はい、とりあえず あなたたちの情報はそんな感じです。△1、私は△2と書いてある、うん、三上さんは？私は特には三上さんにはない。見てみます様子。ちょっとじゃあ手を照らしてみても、うん、はい、ではですね、三上瞳の手の甲にはどちらも焼き印はありません。なんですが、何やら両手の手首に何か圧迫されたような跡というか、肌が赤みがかってるような跡があります。腕を締められていた。何かひどい目に遭っていたりしたのか。どうだろう、覚えてないな。うん、直近の記憶もなしか。うん、怪我をしている感じではないですか。それはどういう、なんだろう、ロールプレイとして聞いたのか、キーパーに確認したのか。キーパーです。まあ、なんだろう、うん、まあパッと見た感じはないです。ただめちゃくちゃ顔色は悪いというか、うん、青白い、うん、なんかなんだろう、肌が透き通って青白いような色をしてる、血の毛が薄いような顔色をしてるなとは思いました。うんうん、体調悪いのかなって感じです。身長は150センチぐらいらしいので、うん、深瀬さんとは、30センチ以上の差がありますね。わお。すごい、胸の下あたりなんだろうな。見上げてますね。なんだかあまり体調が良くなさそうに見えるけど、うん、大丈夫かい。まあ、うん、そうだね、大丈夫、動く分には問題ないよ。うん、ならいいんだか。なんか辛かったらいつでも言うんだぞ、うん、このリュウジさんとやらか多分おぶってくれると思うから。そう、 ありがとう。でも大丈夫、まあその時は任せろ。うん、そうだね、でも私だけ休んでるってわけにもいかないから大丈夫だよ。いい子だな。はい、じゃあ周囲見てみます。はい、そうですね、一旦部屋の大きさと、はい、では周囲を見てみますと、いやまあまず目につくものがありまして、はい、いやこちらですね。うわ、下を履いていない。はい、ちょっと待ってね。どういったかな、短パン派なのかな。見るところが違くないか。はい、着眼点がいいと言ってほしい。力なく壁に横たわる男の死体をあなたたちは発見します。頭部から血が噴き出しており、血だまりができている。その右手には拳銃を握り込んでいます。
では最初のダイスロールいきましょうか。ああ産地チェックですね。はい、えい、オッケー、幸先いいぞ。幸先いいな。産地チェック、よいしょ。おお、はい、ナイス。ではお二人とも減少はなし。やったー。まあ他の様子も一応出しましょうか。うん、部屋の中にはまあ自分たちが寝転がっていたであろう卵型のポットと、あと歪められた両開きの扉が一つ、それ以外に普通の扉が二つあります。あとは死体って感じですね。まあ多分一番目につくのは死体だと思います。うん、うん、うん。ちょっと男の左腕を、うん、手の甲を見てもいいですか、よく、うん、はい。では三角三と書いてありますね、やはりこの画像にもちょろっと写ってるんですけど、写ってますよね、うん、三角三だ、三角三と、その人 寝てるの、いや、いや、あまり見ない方がいい、これは死んでいるね、どうなの、はい、では死体に近づいてみますと、うん、まあ、右手に拳銃持ってまして、まあ、30代くらいの男性かなって思います。で白衣をまとっていますが、純白の白衣は血で汚れている。左のこめかみに銃の跡があり、頭を撃ち抜いたことがわかるでしょう。これ以上調べたい場合は、どこを調べたいとか何を調べたいとか具体的に言ってもらえれば追加の情報が出る可能性があります。今の左腕みたいな感じですね。はい、なんかそのリアルイントというか、この画像から判断するっていうこともできますか。画像からも判断できますし、なんか状況からとか、うん、でもいいですよ。右手で拳銃を持っているのに左にこめかみはおかしいよな。、うん、そうだね、あまりにも不自然だ、うん、誰かが殺した後に持たせたと考えても良さそうだな。うん、その方がこの遺体からは、うん、その情報が正しいように読み取れる気がする。一旦じゃあ、うん、右手の拳銃、うん、残弾数調べてもいいですか。うん、はい、では拳銃を見てみますと、この拳銃なんですが、血がついていまして故障していることが分かります。また残弾はありません、ゼロですね。ただ、まあ、一発 発砲の痕跡があることはあなたなら分かるでしょう。残り一発撃ち込まれている。うん、その拳銃は使えそうにないんですか。そうだな、見たところ壊されてはいるな、うん、直せないこともない。設備があれば、道具さえあればな。まあオーバーホールして中に染み込んだ血を掃除しないと無理でしょうね。一度預かってはおきますこの拳銃。うん、この白衣の下はどうなっているのだろうか。履いているのか。どっちがいいですか。まあ身ぐるみを剥がされて同じような格好をしているのであれば履いてないか妥当だと考えたので、深瀬が調べます。じゃあ履いてないんじゃないですかね。履いてないぞ、安心しろ。そっか、安心できなかったな。とにかく明るい安村も安心はできないな。そうだな。じゃあ、うん、さらに、彼の左胸のポケットを調べます。はい。うんうん、では、この死体の所持品を調べてみます。ポケットを漁ると2つのものが見つかりますね。1つは、研究員証と書いてあるプラスチック製のカードで、顔写真と名前、研究員番号が載っています。なんですがこのカードには2つ不可解な点があります。1つは顔、このカードの顔写真とこの男の顔が全然違うということ。もう1つはこの研究員証の長辺、長い方の辺にバーコードみたいなものが刻まれてるってことですね。うん、もう1個見つかったのは小型のナイフです。鋭利なナイフが見つかりました。ナイフとカードか。うーん、だがこの男のものではないな。そうですね、顔とこの男の写真全然違いますしね。
もしここが連携したのかな。うん、自分の顔が嫌いだったのだろうか。もし仮にここが密閉されていた空間だとすれば、自分ではないものを手に入れる、なんなら俺たちは手ぶらだ、うん、拳銃など手に入れる術があるのだろうか。ただ私たちはこういう病院着みたいなものを着ているが、この人は白衣を着ているぞ。何者からか奪い取ったのか、もしくはもともとこの人は研究員として働いてたりとかして、ここの施設のもの、うん、っていう可能性はあるんじゃないか。そうだな、一旦カードは預かっとく。この小型のナイフは持っていてもらえないか。あ、わかった。私はちょっとナイフでも使い方も割と大丈夫だと思う。はい、ではナイフの説明をしますね。うん、小型のナイフですが、手にしっくりくる握りやすいサイズのナイフです。えがちで汚れていますが、まだ使うことはできそう。このナイフはナイフ技能を使用することで振ることができます。まあなんですが、非常に手に馴染むそれを通常攻撃の追加攻撃としても使えるでしょう。具体的に言いますと、近接系の攻撃のダメージが1点伸びます、このナイフを持ってると。でも拳は基本 1D3 点ダメージなんですけど、このナイフを持ってる人は拳判定をした場合、ダメージは 1D3 プラス1になるって感じですね。なるほど。じゃあナイフ技能で振ることもできますが、まあお二人ナイフ技能は持ってないので。ないです。まあ、基本的には固定値プラス1のバフアイテムだと扱うといいと思います。キックは任せろ。キックでも使えますよ。キックに入るんだ。靴に仕込むのかな。いや、蹴った時にその、なんだろう、回転の勢いでついでに浅く切りつけるみたいな感じです。かっこいい。かっこいい。やれそう。なところかな。他に気になるところは特にないですかね。一旦他に調べられるものがあるか、目星ってことですか。目星では特にはないかな。死体を動かすことはできますか。できますよ。動かしたら何かあったりします。特にはないですね。ないか。ちょっと服が血で汚れるぐらいです。ああ。じゃあ、うん、あと一つ調べたいことがあって、うん、まあ、この死体じゃないんですけど、うん、自分たちが出てきたその箱のようなもの、死体が終わったら部屋の方に移るんですけど、死体はもうこれでいいってことでいいですかね。あ、まあ、そう言われる、ね、後でまた調べられるんで、うんうんうん、一旦じゃあその、あ、はい、ちょっと待って、注射痕があるかだけ見ていいですか。うん、あ、いいですよ。では左腕をめくってみますと、その腕には注射の跡がありますね。ありました。うんうん、いいですかね。はい、 OK です。はい、はい、一旦じゃあ部屋、では一旦死体から目を外し部屋全体を見てみます。じゃあ地図出しますね。はい、こんな感じです。で、卵型のポットとこの下のこの両開きの扉が、まあ、歪んでるやつですね。うんうん、この扉は金属製のかなり大きな扉です。それがひしゃげてます。で、またそれ以外に扉が2つ、扉 B と扉 C があります。ちなみにこの BC っていうのはこのシナリオ上の管理上のアルファベットなので、扉に B とか C とか書いてあるわけではないです。うんうんうん、なるほど。といった感じですね。どこ行きます。ああ、まあ、まず自分がいたポットを見ますかね。中身を一旦、はい、ではポット行きますか。はい、大きい病院の精密検査で使いそうな機械が3つ並んでいます。いでやかに傾斜がついたベッドに蓋をしたような見た目で、蓋には乳白色に濁った覗き窓がついている。先ほどあなたたちが開けて出てきたので、今蓋は全て開いています。そしてポットの中には1から2メートルほどのくすんだ緑色の蛇が複数入っているのが見えるでしょう。蛇はうねうねとポットの中を張っていますが、まあ、今のところは別に威嚇したりだとかあなたたちに攻撃的な様子は見せていません。といった感じですね。やっぱりあれは蛇だったか。うね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 。かわいいな。よし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 。うん。そうだね。ちょっとかわいいかも。うん。私は割と爬虫類カフェとか行くの好きだからな。ああ、そうなんだ。ヘビ好きなの？
まあ、可愛いじゃないか。なんか、締め付けてくる感じが。締め付けるが可愛い。それは、それ襲われてないかな？大丈夫？可愛いなと思ってなでなでしてると、ちょっと締め付けてくるんだが、そこがまたいいんだよな。いつも店員さんに剥がされるんだがな。そうなんだ。まあ、そう、よかったね。うん、ワンちゃんとかの甘がみみたいなものなのかな。その通りだ。可愛いもんだろう。うん、まあ、毒には気をつけてね。まあ、この蛇は毒を持っているのだろうか。はい。では、生物学で判定をどうぞ。知識でもいいですよ。知識で振ります。はい。知識で。ダメだ。いきます。はい。よいしょ。二人とも2足りない。2足りないが。うん。じゃあ、そうだね。じゃあ、三上さんが教えてくれますね。おう、ありがとう。この蛇は多分毒はないかな。こんな感じがするよ。じゃあ、もう可愛いでしかないな。随分蛇に詳しいんだな。うん。なんか、そんな感じがするってだけかな。うんうん、具体的に何の種類かとかまではあんまりわかんないけど、なんか優しい感じがするよね。いや、やっぱり生物って心が通じ合えるんだな。なんかほんわかしてるな、こんな状況で。もうそうでもしないとやってられないからな。はい、じゃあそんな感じで和気あいあいとしてますと、まあ蛇たちの数匹はこうポットから抜け出して、こう排水口とかにシュルシュルって入ってたりしました。ああ、行ってしまった。うん、他になんか気になるものってあり？まあこの、まあ、見るからにこれ何の機械だっていうのは気になるとは思うんですけど、うんうん、まあさすがに初めて見るものなので、あなたたちの知識に該当するものはないって感じですね。うんうん、もっと気になるものは、まあ、特にはなんかアイディアが、何かこれが気になるなとか言うんだったら何か考えますけどみたいな感じです。あ、一回配線を抜き差ししてみる。配線は特には表立ってるというかはないな。多分なんか建物に一体化してますね。ああ、なるほど。なんか押せるボタンとかがないかも見てみます。ボタンとかも特にはな。まああるかもしん、ああ、まあボタンはあると思うな。ただもう押しても何の反応もないですね。なんか随分ハイテクそうな機械だな。わかるの？私は何なのかすら全くわからないんだけど。うん、何にもわからないから、ハイテクそうっていう、ただ単純な思考でしかないんだけど。そうなんだ。わからないものはハイテクそうって言えばいいんだね。うん。まあ、じゃあ、後にしても。いいのかな。そうですね、一応扉があるみたいですし、うん、そっち見てみましょう。何の音だ。ごめんなさい、間違えました、はい、また来たのか。ごめんなさいね、間違えましたね。幻聴が聞こえた気がした。幻聴ですね、うん、まあ扉、うん、ひしゃげた扉見てみる。そうだ、隙間から何か覗けるか。はい、ちょっと待ってね。ひしゃげた扉は、どこ行った？ちょっと待ってね。よし、見つからない。よし。ひしゃげた扉は金属製の大扉でして、めちゃくちゃ頑丈そうです。なんですけど、もう見るも無残に歪んでます。そして、まあ、歪んだ隙間から光が差してるって感じですね。この光から向こうの様子を覗き見ようと思えば見れると思いますよ。うわ、いいのかな。うん、聞き耳できますか？できますよ。ちょっと聞き耳振りたいです。はい、どうぞ。なんで失敗。赤いな。いや、何の音もしないなって思いました。安全そうですよ、うん、お、じゃあちょっと追加で振ろうかな。失敗したら振ろう。はい、うん、なんか大丈夫そうな気はするけどな。なんか安全そうに聞こえるが。そうか。うん、ユージさんはどうだ？うん、まあ特に何の音もしないんで安全じゃないかなって思いました。あ、うん。やっぱり何の音もしなかったな。じゃあまあ見てもいいんじゃないですかね、うん、これ。
はい、ではそうだな、扉の隙間から奥を覗いてみますと、何やら廊下が続いてまして、廊下の先には下りの階段、そしてそれ以外に3つ扉が見えます。廊下にね、廊下にはそれぞれなんかこう、あの学校のこう教室みたいな感じでこう部屋の名前が書いてあるプレートがついてまして、うんうんうん、それぞれこの3つの名前の部屋だなってのが分かります。スタート地点、まあこの部屋ですね。うんうん。早乙女開発室、小沢、アンノーン生態研究チーム。あれ、ちなみにさっきの死体が持ってた研究書みたいなのって名前は何だったんだ、うんうん、ああ、モブ山モブ太郎って書いてありました。モブ山モブ太郎。モブ山モブ太郎。関係なさそうだ。随分特殊な名前だな。うん。重要かもしれない。そうそうか、なんか聞く限り重要そうじゃない名前だけど。まあここにある看板っていうかね、部屋の名前とは関係なさそうだね、うん、そうだな、ほぼみたいだね。じゃあ反対側の扉の方、おい、反対側の扉 B ってこと？扉 B ですね、うんうん、じゃあ扉 B を見に行きますか。ちょっと待ってね、扉 B、 はい、扉はスライド扉のようでして、まあスライドして開く感じなんですけど、もうパッと見で取っ手がないことがわかります。これじゃちょっと開けれないですねって感じですね。んスライド式ではあるが今の状況だと開けられないな。取っ手がないね。うん、誰か取ってったのかな。取っ手だけに取ってたのか。うまいこと言うじゃないか、ひとみさん。なるほどな。あ、あれ、あれ、あの、ハイテクだね。ハイテクだ。クだそうか。まあ、ここは開けられそうにないから、もう一つの扉 C か、うん、調べてみるか。はい、扉 C も同じような感じですね、うん。こっちにも取っ手がない。とっても困ったね。取っ手ハイテクだね。ハイテクだな。困ったな、うん、目星を振ってもいいですよ、うん、目星振ります。はい、成功します。はい、そういう方法もあるのか。成功します。おい、はいはい。じゃあですね、扉のすぐ隣にこうなんだろう、カードリーダー的な機械があるんですけど、まあ、さっき拾った研究印象にバーコードあったな、これシャッとしたら扉開くんじゃねってとこまで分かりました。なるほど。みんな、私はひらめいた。何をひらめいたんだ？どうしたの？あの研究印象を使って、ここにあるスライド式のバーコードの、なんか、認識するやつあるじゃないか、このハイテクそうな。おぉ、ハイテクだね。うん。これかざせばいけるんじゃないか？なんか賢いのかバカなのかもしれない。シャッてやるんじゃないか。やるんじゃないか。といったところで、うん、はい。なんだ。ちょっと待ってね。ページはどこだ。はい。ではですね、両開きの扉が荒々しい衝撃音を立て始めます。その度に扉が少しずつ歪んでいく。もともと歪んでいた扉がさらに歪んで今にも壊れそうになります。といったところでお二人聞き耳どうぞ。聞き耳振ります。聞こえるぞ、はい、なんだって。あ、聞こえるぜ。 OK。 何も聞こえない。さてはちょっとびっくりして転んで頭ぶつけて1点ダメージ食らいました。あ、痛かった。あ、痛。はい、じゃあスメラギはわかるんですけど、金属の扉の向こうから複数の足音と明らかに人間のものじゃない不快な鳴き声のようなものがします。はい、なんか扉すごいけど、ここにいるのは危ないかもしれない。なんか人間ではない異様な生物のような複数の足音も聞こえるし、
どこか避難した方がいいかもしれない。怪我してる場合じゃないぞって言って、手を貸します。はい。ありがとう。はい。喪失外でも扉はどんどん歪んでいき、今にも壊れそうな様子です。よし、入ろうか。そうだな。どこに早く。扉 B の方がいいかもしれない。B の方に行くか。うん。はい。じゃああなたたちは扉 B の元までかけていきます。はい、扉は閉まってます。どうしますか？うん。カードをシャッとします。シャッ。シャッ。するとピッと言ってシューって言って扉が開きます。ハイテクだったハイテクだよし、行くぞ。はい。では、あなたたちが、扉の奥に転がり込むと、スライド扉は自動で閉まります。直後。両開きの扉が荒々しい衝撃音を立てて崩壊したような音がします。どうやら、そして複数の足音が先ほどまで皆さんがいた部屋を騒々しく荒らし回っている。全員聞き耳どうぞ。聞こえるぞ。聞こえるぞ。オッケー。聞こえた。ナイス。ではお二人は聞こえますね。中にいる生物のこのような会話が聞こえます。ギダギド、デナデラバ、ゴジョクだ、ガロバビ、ゴダゴブ、シャムバベだ。そのような会話をした後、この足音は再びあの部屋から遠ざかっていきました。二人は産地チェックが入りますね。超えたので。韓国語か。いや、あなたたちが今まで聞いたどの言語にも符合しません。ナムアミダブツって言ってない言ってない。でもなんか怖いぞ。私は減らない。減らない。イエーイ。調子がいい。減るのかな。のか。降りました。降りました。反映が、あ、来た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 。成功は減少なしです。あ、よかった。いやー。韓国語じゃなかったか。ナムアミダブツでもなかったか。まあ、聞いたことのない言語でしたね。さて、隣の部屋から足音が遠ざかったあたりで、ようやくあなたたちは深く息を吐くことでしょう。周りを見渡す余裕ができました。B ね。はい。では、扉を抜けた先は、B の扉の先は、先ほどの部屋ではないにせよ薄暗いです。まあ、明かりもあるんで見えるんですけど、一本の通路になってまして、正面に上へと上がる階段があるって感じですね。といった部屋です。では、シーン開始しましょうか。間一髪だったな。何ハイテク？ハイテクだったね。ハイテクだったね。今のはハイテクすぎて危なかった。やっぱハイテクの使い方合ってる？うん、今のはちょっと違うかもしれない。あれ、もし俺たちが反対側の扉の方をシャッってやってたら、どうなってたんだろうな。うん。なんだろう、わかんない。とりあえず今は、なんとかなったことを喜ぶべきかな。うん、そうだな。そうだね。ここ、まっすぐ行ったところに、上に上がる階段があるぞ。うん。戻れないだろうし、こっちに行くしかないんじゃないか。いや、普通にこっち側にもカードリーダーあるから、シャッてしたら戻れるとは思うよ。あ、そっか。ただ、今この状況で、また扉を開くのは、うん。そうだね。もしかしたらまだいるかも。うん。危険すぎるからな。うん、そうだね。言葉通じたらいいんだけど。いや、さっき聞こえた、言語的には多分通じない。何の聞いたこともない言語だった。ああ、そうなんだ。うん。言葉通じないのは困るね。うん。しかもなんだか怒っているようだったし。ああ、そうなんだ。わかんないのにすごいよくわかったね。ハイテクだね。怒ってたのか。だってガンガン叩いていたんだぞ。いや、わからないぞ。焦っていたのかもしれない。ああ、そう。私たちを歓迎したかった可能性もあるか、うん、もしかして。サプライズパーティー。そうだね。最初に声かけてこなかったのも、もしかしたら言葉が通じなかったからってだけで、助けに来た可能性もって声がちっちゃくなっていきます。扉開かないから壊したとか。でもあの金属製の扉を壊せるっていうのが、
やはり人間とは思えない。うん。あ、私はちょっと難しいかな。うん。まあ、とりあえずはちょっと様子を見て、こっち、この階段の方を見に行ってもいいんじゃないか、うん、そうだな。落ち着いたところでまた戻ることはできそうだし。うん。うん、そうだね。上見てみよっか。そうしよう。では上に行きますか。はい。はい。はい、では、コツコツと足音を響かせあなたたちが階段を上り切ると、よいしょ。さて、まっすぐの通路の突き当たりにこう階段が上るとも、またちょっと廊下があって、大きな扉があるっていう感じの、この上のちょこんとはみ出てるところに出ました。マップで言うとね。扉以外には特に何もなさそうです。またここも扉か。扉に近づきます？はい。はい。じゃあ扉はこんな感じです。入ってくそうだな。扉は一部ガラス張りになってまして、扉の奥の様子が見えます。ではシーン始めましょうか。なんともハイテクそうな扉だが、うん、上のランプが赤いのは開けないってことなのか？うん、大体は緑が開く扉って感じのイメージがあるよな。どうなんだろう、開けてみたらわかるんじゃない？まあとりあえず扉に覗いてみよう。触れてみます。はい。軽く扉に触れてもびくともしないですね。うん。まあ近づいたら多分窓から外見えると思うんですけど。うん。窓の奥を覗いてみますと、ですね。そこは、外でした。外？はい。外は暗雲が立ち込めており、雨足が強い。ガラス部分にも叩きつけるように雨粒が当たっています。扉の外も床がしばらく続いてまして、その床の先は海になってました。見える範囲180度すべてが海です。海は荒々しく波立っており、強い波が立つたびに床が緩やかに揺れている。つまり今、自分たちがいるここは、どこだと思います？海のど真ん中。海のど真ん中の船の中。その通り。あなたたちは今いるここが船の中ではないか、それも海の真ん中に浮かんでる船の中ではないかとわかるでしょう。外の様子を見る限り船は今もどこかに向かって進んでいる途中のようです。では目星どうぞ。逃げ道がない。動かしている。目星。お二人とも目星。はい。目ぼせます。見えた！おぉ！何その宣言したらクリティカル出るシステム。一クリはい。来た来た。じゃあ、スカセはすごいね。ここで一クリ出すか。一か。じゃあもう情報出しちゃいます。はい。おぉ！いいぞ！ですね。じゃあ、スカセは、まあ、二人とも、まあ、わかることはわかるんですけど、はい、船の一番奥に、この甲板の一番奥の方に四角形が書かれてまして、その四角形の真ん中に大きく H のアルファベットが書かれてます。どうやらヘリポートだなって二人は思うんですけど、はい。さらに深瀬はわかるんですけど、ヘリポートの周りに、なんていうか照明があるんですよ。ああ、その場所を知らせるための赤いランプみたいな。なんですが、赤いランプっていうか普通になんだろう、ヘリポートを照らすというか、うん、海の真ん中、海のなんだろう、上でヘリポートなんかまだ見つからないんで、あ、場所を知らすためのスポットライトみたいなのが置いてあるんですけど、はい、そのどれもが明かりがついてない、現状は明かりがついてないなってことがわかります。うん、しばらくヘリが到着する予定はなさそうだな。そんなことがわかるんですか？ああ、この甲板の奥だ。ああ、ヘリポートが、そうですよね、見えるんだが、うん、うん、そこの明かりがついてないところから、うん、まあ今ヘリが出ている、また帰ってくる状況ではないということが読み取れそうだな。なるほど。ハイテクだね。これはハイテクだ。ただしばらく、いや、ここが危険かどうかはわからないが、まあ危険そうだから言うが、助けはあまり期待できそうにないか。期待しない方がいいだろうな。なんかどこかに向かっているようだしな、今も。
そうだな。それにここの先に進んだからといって何かがありそうな感じでもなさそうだしな。うん、雨も強そうだし、うん、ただね、嵐みたい。うん、そうなるとやはりさっきいたところに戻ることになってしまうが、うん、どうする？そうだな、とりあえずここの扉の周りをもうちょっと見て、うん、同じバーコード読み取り機があるかどうか。ああ、まあその手の類はないですね。ドアノブ等もありません、うん、このまあ、あの窓から覗いたから分かると思うんですけど、うん、ガラスの部分がえらい分厚くてですね、この扉自体も同じだけの分厚さがあるんだとしたら、まあ壊すのはだいぶ厳しいなって思います。なんか何か条件を満たさないと開かない扉かもしれないな、これは。どこかで管理しているのかもしれないな。うん、そうだね、条件満たしたらって、なんかこうあれだね、ゲームみたいな言い方だねすまない、私はゲーマーでもあり、ちょっといろんな物語とかをね読みすぎてて、ちょっと。ああ、そうなんだ。ただどうだろう、こんな状況だと頼りになるかも。そうかもしれないな、まあ、ただ私は言語化がとても苦手なんだ。あの台本のセリフならペラペラ言えるんだがな。台本？ああ、そう、私はちょっとな、まあ舞台でちょっと女優をやらせてもらっている。そうなんだ、女優さん、すごいね。まあちょっと有名なんだぞ。あ、そうなんだ、ごめんなさい、知らなくて。うんうん、舞台にあまり精通してない人からしたら、うん、知らなくて当然だと思うから、これから知ってほしいな、うん、そうだね、うん、ちゃんと出られたらじゃあ見に行くね。うん、これはフラグにならないといいな。フラグって旗？旗？すまない。またゲーム脳が出てしまった。ほんと、ハイテクだね。うん、ハイテクだ。ハイテクだな。困ったらハイテクだねで済ませようとする。いや、だって分かんないものはハイテクだって教えられたから。その通りだ。間違ってないぞ。あ、よかったってこう胸なで脅してます。合ってた。かわいい。こんなとこですかね。そうですね。じゃあ、戻りますか。戻ります。戻りましょう。あ、すいません。一旦ちょっと録画止めてもいいですか。あ、はい。じゃあちょっと休憩挟みましょうか。はい。私もちょっとトイレ行きたいです。はい。録画の停止。